どうも皆さんおはようございます。工藤です。12月8日水曜日朝の8時34分でございます。はい、今日は私の住んでるところは比較的、暖かいかな。なんか雨降ったりするみたいなねニュースで、なんだっけ、東北地方だっけ、なんか北の方とかはなんか今日は雨が降るみたいなこと言ってましたけど、雨降るってことはさして寒くないんだよね。水が凍ってないってことだから、はい、なので今日は比較的暖かい感じはしています。はい、そんな水曜日ですけど、今日朝からねあれなんだ、すっきりかな、昨日くらいからちょっとニュースになってましたけど、マイナビのね学歴フィルターの話とか、ちょっとねそのことに関してはなんか長くなりそうなんで、今日のちょっと朝は抑えておこうかなと思うんですけど、はい、今日の朝はちょっとまた別の話を、2つしようかなと思います。はい、まず一つがまずこっちからいくか。アンカーですね。Spotify とか Amazon Music、Apple Podcast とかに、RSS っていうのを使って、マルチ配信ができるツール、アンカーっていうのがあるんですけど、私のこのクドラジもね、アンカー使って、いろんなとこに配信させてもらってます。はい。なんですけど、今日ね、朝、パソコン版かな？を開いたら、なんかね、赤いバーがね、横にこう表示されてて、なんかね、英語でメッセージが書いてあるんですよ。とりあえずちょっと英語で読みますね。A major Amazon Web Service AWS outage is currentlyimpacting our services. Please know that our team is monitoring the situation and working to get the services back online as soon as possible. Thank you for your understanding and patience. みたいな感じでね、英語が書かれています。ちょっとこれを Google 翻訳で、翻訳すると、Amazon Web Service AWS の大規模な停止は現在当社のサービスに影響を与えていますと。私たちのチームが状況を監視し、サービスをできるだけ早くオンラインに戻すよう取り組んでいることをご承知おきください。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げますっていうね、ことらしいんだけど、っていうかアンカーってAWS 使ってたんだね。全然知らなかった。今なんか AWS なんか大規模な停止起きてんのかな。ちょっと調べれば出てくるかな。AWS 停止。じゃあ大規模停止ね。ニュースとかに出てくるのかな。いや、なんか特に9月になんか出てたみたいなニュースはあるけど、なんだろう、ここ最近出たみたいなあれは出てこないな。でもとりあえずそのアンカーのパソコン版かな、スマホはちょっとまだ確認してないんだけど、今もそのアンカーでね録音してるから多分ね大丈夫だと思うんだけど、一応そのウェブサイト自体がもうダウンしてるとかっていうことはなくて、そのダッシュボードとかエピソードとか、その他の画面もちゃんといけるはいけるんだけど、赤いバーでね、もう警告文みたいな感じでアンカーに表示されています。だからもしかするとこれはその AWS に障害が起きる前の状態をこうオフラインで保存しておいたものが今表示されてるだけなのかもしれませんね。だから今そのダッシュボードで、再生回数とかオーディエンスの数とかユニークリスナーの数とかいろいろ表示されてますけど、もしかするとこれは、さっき言ったように AWS が停止する前の数値、だから夜とかの間になんか停止してたのかわからないけど、その間に再生された再生数とかはまだカウントされてないのかもしれないですね。ちょっとね、私もあんま詳しいことはわからないけど、ただそういうことなんじゃないかなと思うんですよ。オンラインにできるだけ戻すみたいなこと言ってるから、そういうことじゃないかな。
だから今は完全にこうオフラインの状態で、まあ、動いてるということかな。ちゃんとそのオフライン状態での再生回数とかも後でちゃんとカウントされるとは思うんだけど、まあ Spotify さんだし、まあ、その辺は大丈夫かとは思うんだけど、はい、まあ、そういった今障害がなんか起きてるらしいです、 AWS で、うん、まあね、 AWS の影響範囲はかなり今でかいからね、もう、うん、もう世界のいろんな企業、世界中のね、いろんな企業が AWS 使ってサービスを展開しているから、でもその AWS に障害が出ちゃうと、まあ、それを利用している企業、まあ、自社でそのサーバーとか使って管理している企業以外、まあ、AWS 便利だからね、私もそんな、 なんか詳しいわけじゃないけど、その自社でサーバーを用意したりするよりは、まあ、いろいろそのプロの、ね、そのサーバー管理してくれる人たちもいるし、サポートも手厚いから、まあ、AWS を使いたいという気持ちも分かるんだけど、まあ、だから AWS で障害が起きてしまったら、まあ、もしその AWS を利用している場合はサービスがこうダウンしてしまう。まあ、アンカーさん、まあ、Spotify のアンカーさんに関しては、なんかダウンしたとしてもそのオフライン状態になるようにしてたってことなのかな。だからなんかまあ完全にダウンしてウェブサイト自体が動かないみたいな状態ではないけど、うん、ちょっと今収録してね、収録できてると思うんだけど、これをアップロードできるのかなとか、ちょっとそこは不安ですね。うん、もしかしたら下書き状態になってアップロードできないかも、知れないですね。ちょっとそこはこれ収録してし終わってみてね、配信できるかどうかのちょっと確認しないと分かんないんですけど、はい、まあ、スタンド FM の方は、まあ、多分大丈夫かな。録音はできると思うんですよ、うん、録音はできるけど、録音できるからそれをダウンロードしてスタンド FM にアップするだけだから、まあ大丈夫だと思うんだけど、まさかとは思うけど、スタンド FM を AWS で使ってるとこないよね。ないよね。大丈夫だよね。大丈夫かな。まあ AWS ね、結構影響大きいからね。はい、だって任天堂さんも確か AWS 使ってるんだっけ、オンラインゲームのなんかサーバーとして、うん、任天堂さんが使うぐらいだからね。うん、まあ、AWS 以外だと何だっけ、最近あんま使ってない、あんまり勉強してないからな、マイクロソフトの Azure とか、あと Google の GCP、 Google クラウド、なんだっけ、プラットフォームだっけ、なんだっけ、名前忘れちゃった、うん、とかね、まあいろいろあるかなとは思うんだけど、まあ、やっぱりどうしても AWS のシェアがね、めちゃくちゃ世界的に見ても大きいから、うん、大規模停止ってなると、まあ、影響はまあ避けられないのかなっていう感じはしますね。はい、まあ、とりあえず今回今撮ってるんだけど、ちゃんと配信できたらちゃんと配信しますので、まあ、皆さんがこれ聞いているってことは、ちゃんと配信できたんだなっていうふうに思ってもらえればいいかなって、はい、思います。はい、そんな感じかな。はい、とりあえずアンカーのその AWS の停止によるなんか不具合というか、うん、問題が発生してますよっていう警告文に関してでした。はい、で、もう一つのお話ですね。はい、もう一つのお話は、これ聞いてくれてる皆さんには、まあ、直接全然関係ないんだけど、私がね住んでる、まあ、青森県の、まあ、エリアの、まあ、これはさ、前病院に行く時のドライブ配信の雑談で帰りかなチラッと言ったんだけど、その地域のさデジタル化がかなり出遅れてるっていう話を、まあ、ちょろっとしたと思うんだよね、そのドライブ配信の帰りかな。うん、マイナンバーカードを私は持ってて、いろいろできるはずなのに、
私の地域はかなり出遅れてて、あのできることが少なすぎて、もう全然なんか嫌になるみたいなことをあのちょっとね愚痴ってた気がするんだけど、あ、はい、まあ、それ関連の話で、あの私の住んでる地域の、あのなんていうの、役所っていうのかな、うん、にあのなんだっけ、デジタル推進室だったかな、なんかっていうなんか名前、要はその国でいうデジタル庁みたいなものをなんか作るらしいですね。なんでそれ知ったかっていうと、今日の朝の朝刊ですね。まあうちは一応誰も新聞読まないんだけど、一応ね、あの新聞は取ってあるんですよ、昔から。地元の新聞社だと思うんだけど、はい。まあその新聞紙自体はね、まあなんだろう、母親が、まあ、なんか料理するときになんかその出たゴミとかをこうなんか何包んだり、わかんないけど、その野菜をもらってきてその野菜を包んだりとか、なんかそういうのを使ったりするから、まあ、一応ね新聞は取っているんだけど、基本的に新聞をこうちゃんと中までちゃんと読む人はうちにはいないんですね。はい。なんですけど、まあ、基本的に私が朝刊をなんか取るみたいな役割になっているので、まあ、大体その朝新聞こうポストからね取りに行くと、まあ、大体一番最初のなんていうの、一面っていうのか、新聞の、うん、だけはこう軽くね目通すっていうか、まあ、見る、まあ見、なんつうの、見ざるを得ないというか、もうね、あの新聞でさ一面はもう見えてるから、はい。でそこでそういうデジタルを推進する部署っていうのかな、を新しく作りますよっていう風に書かれていました。はい。だから本当にあのこれ聞いてくれてる皆さんには全然関係ない、本当に私のこの住んでるところでしか関係ない話なんだけど、うん、ただそういうそのなんかデジタル化とかデジタルを推進しようっていう動きがやっとね、こう私の住んでいるところにもまあ来たなっていう感じがしています。うん。まあ、国がねやっと日本のデジタル化だいぶ遅れてるから、うん、今更かよっていう感じもするけど、やっとねデジタル化をデジタル庁ができたりとか、うん、まあ、私の地元にもそういうデジタルを推進する部署ができたりとか、うん、してるんで、まあ少しずつねなんか便利になっていけばまあいいなっていうふうには思いますけど、でもあんまり期待してもいないかなっていう気も、うん、してるんですよね。うん、個人的にこのその私の地域でデジタルを推進する部署が新設されますよっていうことでちょっと気になっているのは、誰を働かせるか採用するかみたいなところの部分で、民間採用って書いてたかな、民間採用を中心になんかそういう人材をなんかをその部署で採用するみたいなことが書いてあったんですよね。まあ、全部ね記事をこう一文字ずつ全部読んだわけじゃないから、パッと見てざーっとこう文章読んで、あ、なんかそんなこと書いてあんなぐらいの感覚なんですけど、はい、なんかそういう感じで民間の企業なのかな、それともそのフリーで働いてる人もなのかわからないけど、だからその採用基準とかどういうふうに、採用フロー、その流れで、人を採用していくのかとかはちょっとまだねわからないけど、とりあえずそのデジタルを推進する部署が、あ、部署を作りますって言ってて、そこで採用する、あ、そこで働いてもらう人に関しては民間採用を中心になんか、まあ、雇っていくっていうふうに書いてありましたね。うん。だからそれをちょっと母親とね話してたんですけど、朝ね、そしたら、え、いいじゃん、行けばいいじゃんみたいな感じで言われたんですけど、はい、あの一応私、まあ、学校でねプログラミングをちょっと教えたりとか、まあ、デジタル系の、まあ、大学を一応出てはいるし、まあそ、まあ、なんだろう、全く無知な人と比べたら、まあ、ある程度はそういう知識はあるつもりではあるけど、うん、でもね、企業じゃないのか、そのなんだ、なんていうのかな、公務員になるのかな、うん、わかんないけど、ただ
公務員採用になると今のね、その学校の仕事とかポッドキャストのお仕事の関係もあるから、うん、まあ無理じゃないかなって思うんだけど、だから副業ありの公務員とかさ、なんか今結構なんだろう、他の地域でなんだっけ、ふるさとなんとか職員みたいな、フリーランスとしてあの仕事をしてもいいんだけど、いいし、かつその公務員っていう待遇で週3日とか3から5日ぐらい、あの自分で好きなタイミングというか日数働けるみたいな、ふるさとなんだっけ、ふるさと創生職員だったかな、京都市のね、なんだっけ、京丹波市だったかなっていう地域で確かね、そういうふるさと創生職員っていうのがこうあったりするんだけど、うん、まあ私それ知ったのはあのスマウトっていうね、あのいう地域おこし協力隊とか、まあ、そういう地域の移住を、推進するサービスがあるんだけど、はい、それでねちょっと知ったんですけど、まあ、京都の京丹波市っていうところでは、まあ、そういう公務員と、なんていうの、副業として、まあ、別の仕事もできるっていうね、なんか職員、特別な職員っていうのも、まあ、あったりするみたいです。はい、だから、まあ、私の地域はちょっとどうか分かんないけど、まあ、そういう新しくね、そのデジタル推進する部署を作るっていうことになるので、まあ内部でその、なんていうのかな、新年度になって新卒採用、まあそれこそマイナビの学歴フィルターとかの話になっちゃいそうな気がするけど、新卒採用の時に、それこそデジタルに強い学生を採用するとか、うん、あとはその今もそのなんだろう、部署っていうのかな、その公務員とかってよくわかんないけど、なんとかかとかなのかな、で中でそのデジタルの強い人をこう集めてくるとか、あとさっき言ったようにこう民間採用で民間のなんだ、どうなんだろう、近所にお願いするもんなのかよくわかんないけど、うん、そういうなんかスカウト、民間企業からスカウトしてくるのかわかんないけど、とかあとは私みたいなこうフリーターとかフリーランスみたいな感じで働いてるけど、まあ副業というか、まあ、そういう業務委託みたいな形で採用するとか、まあいろいろやり方はあるんじゃないかなとは思いますけど、うん、まあ、実際にその私の住んでる地域がどういうふうにするのかは、まあ、まだ明らかにはなってないっていう感じかな。はい、まあ、ちょっとね興味はあるけど、私もね、はい、うん、まあ、条件次第ではやってみようかなっていうふうには思ったりはしてますけどね、うん、まあ、どんな業務内容なのかもわからないし、うん、あと通勤しなきゃいけないって言われたらもう無理だね、無理、絶対無理うん、通勤しないといけないってなったらもうだってあのバスで通勤しなきゃいけなくなって、バスでね40分くらいかかるんですよ私、うん、まあ、かなりの、ね、田舎に住んでるんで、そう、その何、市長とか県庁とか、まあ、そういうあるじゃないですか、その勤務する場所、そこにまあ行くのにあの、まあ、バスだと、うん、なんか40分で行けるかな、50分くらいかかるかもしれない、だからもう嫌だね、通勤は絶対嫌だ、通勤しろって言われたらもう嫌ですって、嫌ですってか応募しないかな。それかリモートの働けるリモートで働ける環境を整えてくれるんであれば、うん、一向の余地ありかなっていう感じはしますね。はい、うん、でもないだろうな多分な、公務員なのかどうかちょっと分かんないけど、うん、ないんじゃないかな、その市とか、なんていうの、国じゃない、県とか市とか県で働くってなってリモートで働かせてもらえるってどうなのかなっていう感じはしますね。うん、かなりお堅いイメージだからね、その辺はこう柔軟に対応してくれないんじゃないかなっていう感じはします。はい、まあ、なので、まあ、
まあ偉そうに言ってますけど、まあその私は大した能力もないからね、別にそもそも、うん、いやそもそも私が役に立つかどうかもよくわからないし、採用されるかどうかもわからない状況なんで、まあ、勝手にいろいろ言っちゃってますけど、はい、まあ、とりあえず条件が、まあ、採用条件とかね、公開されて、募集が開始されたらまたちょっと、まあ、皆さんにね、お知らせしようかなとは思ってます。はい、まあ、応募するしないとか、こういう条件で募集されてましたよとかね、うん、どうなんだろう、なんかデジタル庁の採用基準もめちゃくちゃ高かった気がするんですけど、確かね、前そのデジタル庁を作るって言った時にその採用しますって確かに条件出てたんだよ、私も見たんだよちらっとね、うん、まだその職探しとか、うん、いろいろやってた時だったから、まあ、調べたんだけどめちゃくちゃ条件厳しくて、それこそ企業とかでバリバリそのエンジニアみたいなことをやってる人じゃないと、まあ働けないっていうような条件だったりとか、あと英語ができないとダメとか、なんかどういうことだったかな、うん、何点以上とかさ、そういうかなり厳しい条件をくぐり抜けないとデジタル庁では働けないみたいな感じで書かれていたんで、あ、もう俺は無理だなと思った感じですね。はい、だから今回のその地域のデジタル推進室とはいえ、やっぱりある程度こう実務経験的なところを求めてくるんじゃないかなっていう感じはしますね。はい、だからまあ別に私はポッドキャストをね今楽しいので、うん、業務委託でね仕事してますけど、はい、まあそっちに私は注力していきたいなと思ってます。とりあえず興味本位で、はい、募集とか出てたら皆さんにお知らせしようと思うんで、はい、その時はよければ聞いてください。はい、というわけで、今日もね、私ちょっと残念ながらお仕事入ってるので鬼滅の刃見れないんですけど、はい、まあ、実を言うと明日も明後日もちょっとポッドキャストの、ね、収録が入ってたりしてて、今週1週間はねマジでちょっと忙しいかなっていう感じがするんで、はい、頑張っていきたいと思います。それではまたお昼前の配信でお会いしましょう。バイバイ。